今回はパターンが色々あって面倒な方べきの定理の一般化について考えていこうと思います。このような図形があったとき、方べきの定理というのは AP×BP が一定、つまり P を決めれば AB がどこにあっても常に一定の値を取るということを表しています。このことを示すためにこのように各数値を設定してあげれば P の X 座標と A の X 座標の距離はこのように表せます。同様に考えればこのように書けます。よって AP×BP はこのように書くことができてコサインとタンジェントの関係からこのように書けます。絶対中の中身を展開してあげるとこのようになるのですが、α と β は円と直線ののの方程式を x にについいて解いた時の解たなるのでこの式から y を消去してあげると、このようになって、展開すれば、このようになることから、解と係数の関係を用いてあげると、このようになることがわかります。タンジェントシータが傾きを表していることに注意すると、このように表すことができて、絶対値 p の2乗マイナス r の2乗となり、a と b の位置によらず、常に ap×bp は一定となることがわかりますから、方べきの定理が成立するということがわかるわけですね。座標を使えば、皆さんが知っている期間の公式を簡単に一般化することができたりするので、興味がある人はぜひ、やってみてください。